徳富祖峰から1957年11月2日は、明治から昭和先行期にかけての日本のジャーナリスト、思想家、歴史家、評論家。国民新聞を主催し、大著、近世日本国民史を表したことで知られる。蘇峰は豪で、本名はイー字は正隆。筆名は、菅原正隆、大江画後に、三能総道主人。 岩ンイケル老人、祖宝学人、ズクケン、キリニワ、ヒカワシ、アオヤ閣、イズサ人など。生前自ら定めた改名は百敗院を放末ガン、イケルコジ。小説家の徳富呂川弟である。1863年3月14日、日後国上間式群杉道村の母の実家にて、熊本藩の一両一匹の豪子、徳富和隆の第五子。 長男として生まれた。徳富家は代々四季田軍水俣で総称屋と、大官を兼ねる家柄であり、幼少の祖宝も水俣で育った。父の数鷹は、奇水と合死、維新の実血の一人横井長男に支持した人物で、数鷹長男の妻同士は、姉妹関係にあった。数鷹は、非語実学党の指導者として、反省会各吊で初期建政に携わり、 幕末から明治初期にかけて、日後有数の解明的思想家として活躍した。祖宝は、8歳まで水俣に住んでおり、1870年の暮れ、8歳の頃に、熊本東高の大江村に引き移った。1871年から県坂誠二郎に学んだ。読書の力は、前時ついてきて、四書五教、左伝、四季、歴史猛刊。 国史略、日本外史、夜歌文、図鑑儲目なども読み、県坂から習うべきものも少なくなった。1872年には、熊本洋学校に入学したが、年少のため退学させられ、このことはあまり恥辱でもなかったが、大変不愉快な思いを覚えたという。その後、1875年に再入学する。この間、日語実学統計の漢学塾に学んでいる。 熊本洋学校では漢訳の、新訳旧訳聖書などに触れて、西洋の学問やキリスト教に興味を寄せ、1876年、横井時を金森通林、浮田和民らと共に熊本バンドの結成に参画、これを機に、漢学、儒学から距離を置くようになった。熊本洋学校閉鎖後の1876年8月に、上京し、 管理の東京英語学校に入学するも10月末に、大学、京都の同志社英学校に転入学した。同年12月に創設者の新島城により、金森通林らと共に洗礼を受け、西京第二公会に入会、洗礼名は、吐き止めであった。若き祖法は、言論で身を立てようと決心するとともに、地上に、神の王国を建設することを目指した。 1880年、学生騒動に巻き込まれて同志社営学校を卒業目前に中退した。祖法は、この後東京で、新聞記者を志願したが志しかなわず、翌1881年、帰郷して自由統計の民権結社総愛者に加入し、自由民権運動に参加した。この時祖法は、総愛者機関士、東越新報の編集を担当。 執筆も寄稿して、ナショナリズムに裏打ちされた自由民権を主張している。1882年3月、元田長ザの圧戦で入手した、大江村の自宅内に、父、和ズと共に、私塾、大江義塾を創設する。1886年の平塾まで英学歴史、政治学、経済学などの講義を通じて、青年の啓蒙に努めた。 その門下には、宮崎東天や瞳一太郎らがいる。祖宝文選に掲載された、国民新聞社時代の祖宝水俣市にある私立、祖宝記念館、大江義塾時代の祖宝は、リチャード・コブデンや、ジョン・ブライト・ラ・マンチェスター学派と呼ばれるビクトリア朝の、自由主義的な思想家に学び、馬場達イなどの影響も受けて、平民主義の思想を形成していった。 1882年夏に上京し、慶応義塾に学ぶ、いとこの江口高国に伴われて、福沢幸吉に面会。祖法の言う、平民主義は、武備の機関に対して、生産の機関を重視し、生産機関を中心とする自由な生活社会、経済生活を基盤としながら、個人に固有な人権の尊重と平等主義が、 王一する社会の実現を目指すという、腕力世界に対する批判と生産力の強調を含むものであった。これは、当時の反発政府のみならず、民権論者の中にしばしば見られた、国権主義や軍備拡張主義に対しても批判を加えるものであり、自由主義、平等主義、平和主義を特徴としていた。の論は、1885年に、自費出版した、 第19世紀日本の青年及びその教育、翌1886年に刊行された、将来の日本に展開されたが、いずれも、大江義塾時代の研鑽によるものである。彼の論意は、布告強兵、六名官、徴兵制、国会開設には来たっていた、当時の日本に継承を鳴らすものとして注目された。祖法24歳祖法は1886年の夏。 脱光したばかりの将来の日本の原稿を携え、新島城の添え城を持参して、高知にあった板垣大輔を訪ねている。原稿を最初に見せたかったのが板垣であったと言われている。同書は、祖法の状況後に田口宇吉の経済雑誌社より刊行されたものであるが、その華麗な文体は多くの若者を魅了し、大変好評を博したため、祖法は、 東京に転居して、ロンダンデビューを果たした。これが祖宝の出世作となった。1887年2月には、東京赤坂への木坂に姉、ういごの夫、湯浅二郎の協力を得て、言論団体、民謡社を設立し、月刊誌、国民の友を主催した。この使命は、祖宝が同志社英学校時代に愛読していた、アメリカの週刊誌。 ザネーションから採用したものだと言われている。民有者には、弟のロカをはじめ山地愛山、竹越与三郎、国木田ドッポラが入社した。国民の友は、日本近代化の必然性を解きつつも、政府の推進する、王家主義に対しては、貴族的王家主義と批判、三宅節礼、志賀重隆、陸勝男が政教者の掲げる、国粹主義に対しても、 平民的求心主義の主張を展開して、当時の言論界を二分する勢力となり、1888年から1889年にかけては、大同団結運動支援の論人を張った。また、平民総書第六巻として、現時の社会主義を1893年に発刊するなど社会主義思想の紹介も行い、当時にあっては、進歩的な役割を担った。 その一方で祖宝は1888年、森田試験、朝日那知仙らと共に、文学会の発会を主唱した。会は、毎月第2土曜日に開かれ、気鋭の文筆家たちが酒なしで夕食を共にし、食後に一人、ないし二人が、文学について語り、また参加者全員で雑談するという会合で、坪内逍遥や森尾外、高田露伴などが参加した。 1890年2月、祖法は民有者とは別に国民新聞社を設立して国民新聞を創刊し、以後、明治、大正、昭和の三代にわたってオピニオンリーダーとして活躍することとなった。さらに祖法は、1891年5月には国民総書、1892年9月には家庭雑誌、1896年2月には 国民の友栄文の部をそれぞれ発行している。この頃の祖法は結果として利害対立と戦争をしか招かない脅迫の統合ではなく自愛主義と他者尊重と自由尋問を基本とする随意の結合を説いていた。祖法は国民新聞発刊にあたって当時世の最も熱心であったのは第一政治の改良第二社会の改良 第三文芸の改良。第四宗教の改良であった。祖法辞伝と記している。祖法は1891年10月、国民の友史上に書を読む遊民を発表している。そこで祖法は、中学校に進学せず、地方の町村役場でー員となっている若者や、小学校の授業生となっている、地方青年に、 専門的な実業教育を施して、生産活動に三角接しむるべきことを主張している。大日本傍聴論一方では1889年1月に、日本国防論1893年12月には、吉田松陰を発刊し、1894年、対外交六派に接近して、第二次、伊藤内閣を攻撃し、日清戦争に際しては、内村勘三の、 ジャスティフィケーション・オブ・コリアン号を国民の友に掲載して朝鮮出兵論を交渉した。祖法は日清海戦に及び7月の国民の友市場に絶好の機会が到来したと書いた。それは今が300年来続いてきた収縮的日本が膨張的日本へと転換する絶好の機会だということである。祖法は戦況を詳細に報道。 自ら広島の大本営に赴き、現地に従軍記者を派遣した。さらに祖方は、参謀次長、川上総六、軍令部長、河山助則らに対しても密着取材を、勧告している。同年12月後半には、国民の友、国民新聞社説を収録した、大日本傍聴論を勧告した。従軍記者として、 日清戦争後も旅順にいた32歳の祖法は、1895年4月の、ロシアドイツフランスによる、いわゆる三国干渉の法に接し、涙さえも出ないほど、悔しく感じ、激怒して、角なき牛、爪なき鷹、口しなき鶴、手のひらなき熊と、日本政府を批判し、国家に対する失望感をとろした。祖法は、この両党幹部が、 世のほとんど一生における運命を支配したと言っても、差し支えあるまい。このことを聞いて、以来、世は、精神的にはほとんど別人となった。これというのも筆教すれば、力が足らぬわけゆえである。力が足らなければ、いかなる正義行動も、反問の価値もないと確信するに至った。祖法辞伝と改装している。外遊中の徳富祖法と、 深井英語徳富祖宝と松方正義両党半島の幹部に強い衝撃を受けた祖宝は翌1896年より海外事情を知るための世界旅行に出かけた同行したのは国民新聞社社員の深井英語であった祖宝は東稿する船の中で速やかに日英同盟を組織せよとの社説を国民の共に掲載したその欧米巡歴は ロンドンを皮切りに、オランダ、ドイツ、ポーランドを経て、ロシアに入り、モスクワでは、文豪レフトルストイを訪ねた。その後、パリに入って、イギリスに戻り、さらに、アメリカ合衆国に渡航している。ロンドンでは、タイムズや、デイリーニューズなど、イギリスの新聞界と密に接触し、日英連携の根回しを行っている。この頃から、祖父ーは、平民主義から次第に、 強硬な国権論、国家傍聴主義へと転じていった。帰国直後の1897年、第2次、松方内閣の内務省直任参事官に就任、従来の強固な政府批判の論調を緩めると、反政府系の人士より、その、変説を非難された。祖法は、世としてはただ、日本男子としてなすべきことをなしたるに過ぎずと、述べているが、 タオカレウンは祖宝に対し、一言の死に宿りきすべき、あり、曰く一片の真骨頂をありてよ。説を変ずるはよし、不死を変ずるなかれとと記して批判し、坂井俊彦もまた、祖宝君は、作詞となったのか、力の福音に屈したのかと、自らの疑念を表明した。1898年には、国民の友の不買運動が起こり、売り上げは低迷した。祖宝は、 この年の8月、国民の友のみならず、家庭雑誌、応文局等も廃刊して、その言論活動を国民新聞に集中させた。なお、祖法の政治的姿勢の変化については、有力新聞を基盤として、政治家と交際し、政界や寛解に影響力を持った性格として、活動することで政治を動かそうとしたとして、肯定的な評価もある。祖方はこの後、 山形有友や桂太郎との結びつきを深め、1901年6月に第一次桂内閣の成立とともに桂太郎を支援して、その艦隊像強案を支持し続け、1904年の日露戦争の開戦に際しては、国論の統一と国際世論への働きかけに努めた。戦争が始まるや、双方の支持した。 艦隊像強案が正しかったと評価され、国民新聞の講読者数は一時飛躍的に増大した。しかし、1905年の日露講和会議の報道では、講和条約調印について、図に乗って、ナポレオンや今川義元や秀吉のようになってはいけない。引き際が大切なのである。と述べて、唯一賛成の立場を取ったことから、国民新聞社は御用新聞、 売国奴つとみなされ、9月5日の日比谷焼き打ち事件に、際しては、約5000人もの群衆によって、襲撃を受けた。車の印刷設備を破壊しようとするボートと社員が、車屋入り口付近で揉み合いとなり、駆けつけた、日比のライフルが抜刀して、かろうじて撃退している。1910年、韓国併合の後、初代朝鮮総督の寺内正武の依頼に応じ、 朝鮮総督府の機関新聞社である、慶城日報社の監督に就いた。慶城日報は、あらゆる新聞雑誌が発行停止となった、併合後の朝鮮でわずかに発行を許された、日本語新聞であった。翌1911年8月24日には、貴族院直線議員に任じられている。前年5月には、大逆事件の検挙が始まり、 1911年1月には、皇徳周水ら24人に死刑判決が下った。弟のロカは、桂太郎首相に近い祖父に対し皇徳らの原刑除名の忠告をするよう求めたが、処刑の執行は速やかに行われたため、間に合わなかった。1912年7月30日、明治天皇崩御。祖父は、明治天皇の死について、 国家の一大秩序は、実に、我が明治天皇のご一心につながりしなり。国民が、陛下の崩御と共に、この一大秩序を見失いたるは、誠に憐れむべきの至りならずや。と言及している。同年、専門学校令による、同志社大学開校に際し、政治経済学部委員長に就任。1913年1月の第一次五圏運動の、 サナカツラ太郎の立憲同士会創立趣旨草案を執筆している。国民新聞は対象政変に際しても第三次カツラ内閣を支持したためカツラの御用新聞とみなされて再び襲撃を受けた。素法日誌などによればこの時国民新聞社社員は活字用の溶解した鉛まで投げて群衆に抵抗し 社員の中の一名はピストルを発射、それにより、少なくとも、死者一名、重傷者二名を出し、さらに、日本刀による応戦で負傷者多数が生じている。祖法は、同年10月の桂の死を契機に正解を離れ、以降は、文章報告を標榜して、時事評論に顕筆を振るった。1914年の父、和ズの死後は、事務一過こと、 大正の青年と帝国の前途を出版して、将来の日本以来の言論人に立ち返ることを訳した。第一次世界大戦の最中に書かれた大正の青年と帝国の前途の中で祖父は特徴的な大正の青年について、模範青年、成功青年、反問青年、短歴青年、無職青年の五類型を掲げて論評しており、 金持ち三代目の若旦那のようなものだと言っている。日清、日露の両戦争に勝利した日本は、独立そのものを心配しなくてはならないような状況は、見当たらないから、彼らに創業者のようにあれと求めても無理であり、彼らが、呑気き主国なのもやむを得ない、と述べた上で、むしろ国際競争の中で青年を呑気たらしめている。 国家のあり方、無意識的に惰性で運行しているかのような国家のあり方が問題なのであり、国家は意識的に国税を定めるべきだと主張した。1915年11月、第2次、大熊内閣は異例の新聞人助訓を行っている。祖法は、この時、黒岩類い村山隆平、元山彦一らと共に、訓参党を受賞した。なお、祖法の、 国民新聞は立憲政友会に対しては批判的な記事を掲載することが多く、それは第一次、西園寺内閣時代の1906年に遡るが平民最小となった原高氏が最も警戒すべき新聞として敵視していたのが国民新聞であった。二個師団増設問題の解決をめぐって互いに接近したこともあったが、1918年の 現内核成立後も、原は、国民新聞に対する警戒を解かなかった。1918年5月、蘇法は、終始十回を著述して、年内持ち続けた終始の意欲を公表した。同年7月、55歳となった蘇法は、近世日本国民史の執筆に取り掛かって、国民新聞に、これを、発表、8月には、経常日報社監督を辞任した。 近世日本国民史は日本の正しい歴史を書き残しておきたいという一年から始まった祖宝のライフワークであり当初は明治初年以降の歴史について記す予定であったが明治を知るには幕末、幕末を知るには江戸時代が記されなければならないとして結局織田信長の時代以降の歴史を表したものとなった近世日本国民史は東京の大森に建てられた 三能騒動と名付けた巨宅で執筆された。三能騒動には、隣接して自ら収集した和漢の書籍十万冊を保管した、聖スノコ堂文庫という鉄筋コンクリート作り、地上3階、地下2階の書庫が建てられた。1923年には10巻を発表した段階で、近世日本国民史の業績が認められ、帝国学士院の恩師賞を受賞した。 この年は9月1日に関東大震災が起こっているが、その日、神奈川県逗子にいた祖宝は、周囲が津波に襲われる中、庭先で近世日本国民史の執筆を行っている。1925年6月、祖宝は帝国学士委員会委員に推挙され、その任に就いた。また、同年、皇室思想の普及などを目的とする施設、青山会館が、 祖法の寄付によって、東京、青山に完成している。霊南坂協会創立50周年記念祝会12月12日、ジャーナリスト、評論家としての祖法は、対象デモクラシーの流盛に対し、外に帝国主義、内に平民主義、両者を統合する、皇室中心主義を唱え、また、国民開閉主義の基盤として、普通選挙制実現を、 肯定的に捉えている。1927年、弟のロカが死去。1928年には、祖法の文章報告40年祝賀会が、青山会館で開催されている。帝国学士委員会員としては、1927年5月に、維新史考察の前提、1928年1月に、人脳正当期の一節について、 1931年10月には、歴史上より見たる日々及びその人物のそれぞれについて、進行している。なお、関東大震災後に、国民新聞社の資本参加を求めた、根塚一郎が副社長として、副審の河西豊太郎を据えると根津と火星西の間に、確執が深まり、1929年、祖法は自ら創立した、国民新聞社を退社した。 その後は、元山彦一の引きで、大阪毎日新聞社、東京日日新聞社に写品として迎えられ、近世日本国民史連載の場を漁師に移している。徳富祖法1931年、新生須野古道総書の刊行を開始した。同年に起こった満州事変以降、祖法は、その日本ナショナリズム内視皇室中心主義的思想を、持って、 軍部と結んで活躍、白抜土派、講和の大義、巨国一致を懸念した。1935年に、祖法寺伝、1939年に、昭和国民特本、1940年には、満州建国特本をそれぞれ刊行し、この間、1937年6月に、帝国芸術委員会員となった。1940年9月、 日独位三国軍事同盟締結の憲白を、この絵踏み首相に提出し、太平洋戦争の始まった1941年12月には、東条秀樹首相に頼まれ、大東亜戦争開戦の証書を添削している。1942年5月には、日本文学報告会を設立して自ら会長に、就任、同年12月には、 内閣情報局指導のもと、大日本言論法国会が設立されて、やはり会長に選ばれた。前者は、数多くの文学者が、網羅的、かつ半ば強制的に会員とされたものであったのに、対し、後者は、内閣情報局職員の立ち会いのもと、特に戦争に協力的な言論人が会員として、選ばれた。ここでは、 広告士官で有名な東京帝国大学教授、平泉清志や、京都帝国大学の哲学家出身で、京都学派の高山岩尾、高坂正明、西谷慶治、鈴木聖だからの発言権が大きかった。1943年4月に祖母は、三宅節礼らと共に、東条内閣の下で、文化勲章を受賞した。この年に祖母は80歳となり、 三叉神経痛や眼病を患うようになったが、近世日本国民史の執筆は、病気をして継続している。1944年2月には、必勝国民特本を刊行した。1945年7月に、ポツダム宣言が発せられたが、祖法は、受諾に反対。昭和天皇の非常体験の発動を拡作したが、実現しなかった。 だるま88歳児の自画自産像。別有天地非人間1945年9月、自らの戒名を百敗0法末願、ホけるツガとする。戦前の日本における最大のオピニオンリーダーであった、祖法は終戦後に永久戦犯容疑をかけられたが、老齢と三叉神経痛のために GHQ により自宅抗禁とされ、後に不起訴処分が下された。 公職追放処分を受けたため、1946年2月23日に、貴族院直選議員などの公職を辞して、静岡県熱海市に出居した。また同年には、先般容疑をかけられたことを理由に、言論人として、道義的責任を取るとして、文化勲章を返上した。1948年12月7日、妻の静子が死去。 熱海に沈郷となったこの頃の祖法は、盛んに、ダルマ画を描いている。祖法は、終戦後も、日記を書き続けており、その中で、昭和天皇について、天皇としてのご収容についてはすこぶる貧弱、マッカーサー新中軍の顔色のみを見ず、今少し国民の心意気を、などと述べている。1951年2月、終戦以来中断していた。 近世日本国民史の執筆を再開し、1952年4月20日、ついに全館完結した。近世日本国民史は、資料を駆使し、織田信長の時代から、西南戦争までを記述した全100巻の膨大な、史書であり、1918年の気稿開始より34年の歳月が費やされている。高齢のため、98巻以降は皇術筆記された。 平泉清の皇帝により時事実信者で刊行されたが、100巻のうち24巻は、生前の発刊に至らず、全巻の刊行は、没後の1963年、孫の徳富慶太郎の手によってなされた。1952年9月、勝利者の悲哀、読書90年を出版。 1954年3月から1956年6月まで、読売新聞史上に、明治、大正、昭和の人物評伝として、三大人物史伝を寄稿した。勝利者の悲哀では、近代アメリカ外交を批判すると同時に、日本人にも反省を求めている。なお、三大人物史伝は、祖法の死後、三大人物史と解題された上で、刊行された。 1954年には、山中湖畔の総よろし僧を同志者に寄贈し、翌年11月に行われた、同志者創立80周年記念式にも、ロークを押して出席するなど、同志者との関わりは、生涯にわたって続いた。1957年11月2日、熱海の晩晴れ騒動で死去。去年95。絶筆の名は一の短、一辺の単身。 コンベテ、我を忘れる。葬儀は、東京の霊南坂教会で行われた。墓所は、東京都立多摩霊園にある。思想家、言論人としての祖法は、その思想の振幅が大きく、行動が変化に富み、活動派にも多岐にわたるため、その全体像をつかむのは容易ではない。祖法自身も、一心以前においては、尊能上いたり、 維新以降においては自由民権たり、思考して今後においては国民的傍聴たり、と述べている。それについて、変節感あるいは自流便乗派という否定的な評価があることも事実であり、終戦後の1946年に同志社大学学長となった田端忍は祖法に向かって、どうぞ先生、もう一度民主主義者になるような、 みっともないことをしないでくださいと述べたという。それに対し、松岡正吾は、敬験なクリスチャン、若き熊本の傑物、平民主義者、国民主義者、皇室中心主義者、大ジャーナリスト、文章報告に生きた、言論人、そのいずれでもあったが、しかし、その中のどれか一つに偏った人ではなかった。 そして、歴史の舞台の現場から知りくということのなかった人であると評価している。戦前における国権主義的な言論活動については評判が悪く、戦後の日本史学会では、上述の素方、日本国民の活題目に見られるような情勢判断こそが、近代日本のアジア進出さらには、軍国主義の台頭を許した元凶ではないかとする、見解が少なくない。 その一方で、久常慶一は祖父が人々に与えた影響力の大きさを影響力の広さ、影響力の深さ、影響力の長さで示すならば、祖父は近代日本社会に極めて大きな影響を与えた人物に他ならないとしている。近代日本思想史を語る上で重要な三国干渉後の祖父の変説については、今日では仮に、 警挙モーの部分があったとしても決して、祖父王自身の内部では、思想上の変説ではなかったとする評価が力を得ており、こうした見解は、海外の研究者であるジョン・ピアーソン、ビン・シーによって示されている。すなわち、彼らは祖父王はむしろ時世に即して、最良の歴史的選択を構想し続けた思想家であり、上述、日本国民の活代目における判断は、 変化する時代の潮流の中で、その時々において、最も妥当なものでなかったかと論じ、むしろ、日本人がどうして、双方の、こうした判断を政治化する方向に向かわなかったのかに、疑義を呈している。歴史家としての名声は、山地愛山と並び、特にその指論が高く評価される。司書、近世日本国民史は、民間私学の金止党と呼ぶべき対策である。 祖宝は歴史について、こう語っている。いわゆる過去をもって、現在を見る。現在をもって、過去を見る。歴史は、昨日の新聞であり、新聞は、明日の歴史である。術手新聞記者は、歴史家たるべく、歴史家は、新聞記者たるべしとするものである。近世日本国民主は、第一巻、小出し時代前編から、 最終巻までの総ページ数が42,468ページ、原稿用紙17万枚、文字数1、945万2、952文字に、および、ギネスブックに、最も多作な作家と書かれているほどである。近世日本国民主の構成は、の、計100巻となっており、特に幕末期の公明天皇時代に、多くの巻が配分されている。 吉田松陰の墓前における、徳富祖法祖法は、全体の3分の1近くを当てるほど、孔明天皇時代すなわち、幕末維新の激動に、格別の意義を探っていた。しかし祖法は、御一心は、未完のままあまりに短命に収束してしまったと見ており、日本の近代には、早めの、第二の維新が必要であると考えた。それゆえ、祖法の思想には、 平民主義と広告主義が入り混じり、ナショナリズムとグローバリズムとが結合した。なお、この件について松岡聖吾は、祖法はあまりにも自ら立てた仮説に飲み込まれたのではないかと指摘している。祖法は執筆当初、来三洋の日本外史を国民史の分量として目標としていた。しかし、結果的には、林羅山林外法の 本町津波や徳川三国の始めた大日本史の規模を上回った。近世日本国民史の最終末期は西南戦争に当てられている。その後の日本が交流に向かったため西郷隆盛は保守反動として片付けられがちであるが、祖方は西郷をむしろ超進歩主義者と見ており、一心を犠牲にした西郷を率いる薩摩軍が敗北したことによって、 人々は言論によって、政権を倒す方向へと向かったとしている。杉原氏警によれば、アナキストの大杉久氏が獄中で読みふけていたのが、祖法の、近世日本国民主であり、同書はまた、正宗白鳥菊池博史久米正雄、吉川英二らによっても愛読されていた。松本政長は、歴史家祖法を高く評価しており、 遠藤周作も、近世日本国民史はじめ、祖法の終始には簡単の念を表明していたという。祖法は、近世日本国民史を執筆しながら、品では4000年の昔から、偉大な政治家がたくさんいた。日本は、政治の貧困のために、国が滅びるとして、同書完成の暁には、品史を書きたいとの意向を示していたという。祖法は死ぬまで、昭和維新。 日本国憲法第9条、朝鮮戦争等のそれぞれの事象について、常に独自の見解、いわば、祖法史観を持っていた。その意味で祖法は、松岡聖郷によれば、日本近現代史においては極めて例外的な、現在的な歴史思想者であったとしている。祖法が1916年に発表した、対象の青年と帝国の前途の発行部数は、 約100万部に上った。当時のベストセラー作家だった夏目漱石の我輩は猫であるは1905年から1907年に出版し1917年までに1万1500部であるからその影響力の大きさがわかる。祖宝は朝日奈知戦福地源一郎、陸勝南などと同様。 当時のメディアをリードした結出した編集者であり記者であったが、その本質は、性格的存在に近いものであった。社内では経営権を持ち、創立者でもあることから、広範な自立性と裁量権を有するが、ゆえに一方で経営上、編集上の責任を負い、場合によっては、正解の力を必要することもあった。逆言すれば、祖法、王智、勝男らは、 いわば自ら組織を作り上げたことで政治的存在となったのであり、後年の晩記者のごとく既存の組織に属することによって活動して自らの地位を築いたのではなかった。当時にあっては国民新聞の祖宝というよりは祖宝の国民新聞だったのである。その意味で祖宝らは純粋な新聞界の住人というよりは政界と新聞界の両性動物で、 現住所は正解に近いと評される。しかし祖法は生涯にわたって自ら一記者であることを知るすものという本来の意味において誇りに思っていた。祖法は新聞、雑誌のみならず講演者としても活躍した。日本各地で数多くの講演を行い数百人、場合によっては千人を超える聴衆を集め常に盛況だったと言われる。 祖宝の交友範囲は広く、与佐野秋子、鳩山一郎、尾形武虎、佐々木信綱、橋本関節、尾崎幸夫、加藤光明、斎藤の吉、土屋文明、香川豊彦、島木赤彦らの名前を掲げることができる。また、後藤新平、勝海舟、伊藤博文、森尾外、渋沢栄一、東条秀樹、山本五十六、勝力松太郎、 中曽根康弘とも交友があった。そこに、イデオロギーや、職業の違いはなく、あらゆるジャンル、年代の多様な人々と親しく交際した。近世日本国民主の執筆に際しても、当時存命であった、山形有友、勝海舟、伊藤博文、板垣大輔大熊重信、松方正義、西園寺金持ち、大山岩尾らに直接取材し、 彼らの言葉を詳細に紹介している。信仰のあった人の多くは、祖法の高い学識に敬意を表した。与謝野秋子は、祖法について二種の短歌を読んでいる。神奈川県二宮町にある、徳富祖法記念館には、祖法に当てた4万6千通余りの書簡が保管されており、差出人は約1万2千人にわたっている。 近世日本国民主でも多くの書簡が駆使されて、歴史や人物が描かれており、祖法自身も、そうこと白くで、ある意味において、書簡はその人の自伝なり。特に第三者に披露する作為なくして、ただだありのままに書き流したる書簡は、その人の最も信憑すべき自伝なり。と述べるように、書簡を大切なものと考えていた。祖法自身も手紙まであり、 朝食前に20本もの書簡を書いていたというエピソードがある。徳富祖宝記念館所蔵の書簡は、官員の高野静子による解説が出版。祖宝とその時代、その寄せられた書簡からでは、勝海舟、新島城、徳富炉家、坪内商用、森大貝、山田美妙、内田露伴、中西梅香高田露伴、森田志験、宮崎古書氏、志賀茂隆、 佐々木豊志、坂井祐三郎、小泉晋三、松岡洋介、中野聖郷、大谷光水などとの書簡が紹介されている。俗祖法とその時代昇伝記載の書子学者、島田館では、島田館、与佐野明子、与佐野鉄館、吉谷信子、杉田久女、夏目漱石、竹崎純子、徳富久子、徳富,子徳富静子、矢島か子、牛尾田先生子、 植木江森、与田学会、野口祖、慶子吉野作造、滝田著院、浅田駒之助、菊池博山本沙彦、島田誠二郎、香川とよひこ、が紹介されている。平成22年には、高野静子編、祖宝への手紙、中江町民から松岡洋介まで、が出版された。1891年の徳富家祖父は、 カ島縁位の皇帝でつなぎ手なが御曹称屋の徳富美神、美信。美信は、鶴眠りと合し、肥後を訪れた、来三葉にあっている。父は、幕末追信期に、肥後で、海面思想家として活躍した、徳富和隆で、反省改革に際し雑税免除の大減税令を、発した人物である。他地域では、和隆の行った、肥後の大減税を目標に、 百姓一期が起こっている。和ズは九十三歳の長寿を、全うした。和ズは、横井湘南の第一の門弟であり、坂本龍馬が湘南を訪ねた時にも同席し、その様子を書き留めている。父方の王子に、和義高シ、正龍叔ン、おばにますも春がいる。母久子は、上増式木群杉道の矢島家出身で、近州運動家として活躍した。 久子コは91歳まで生きている。久子の姉、純子は、熊本女学校の設立者で、熊本における、女子教育の先駆者、妹のつせ子は、横井少男の妻で、同志社大学の基礎を築いた、エビナミヤコの母である。禁酒廃傷を主張して、婦人教風会を設立した、矢島マ子も、久子の妹で、久子は、カ子の教風運動を支援している。 久子たち姉妹の兄である、矢島玄介は、湘南の第二の門弟であり、純子の夫である、竹崎律次郎もまた湘南の門弟であった。姉妹の長子である、藤島元子は、熊本藩士、藤島昭和の妻で、富山県、千葉県の幹線知事を務めた、藤島政権の母である。妻は静子。祖宝は妻思いで知られ、公園など全国どこへ行くのにも、 彼女を同伴したと言われる。子は、静子との間に、男子は、大田夫、一万熊、中三郎、竹夫、女子は、いつ子、高子、久子、直子、森子、鶴子がいる。鶴子は一時期、祖父母の弟、ロカの幼女となった。祖父母の長男、大田夫は、弟の一万熊、竹夫らと共に、東京府立、第一中学校を卒業。 1912年に海軍兵学校を卒業し、海軍士官となるが、1931年9月9日、42歳で亡くなっている。最終階級は、海軍中佐。タイタユーには三男二女がいたが、タイタユーの死後は祖父が、父親代わりとなり、タイタユーの未亡人、ビサオを助け、5人の孫の教育をした。弟は、小説家の徳富ロカ。 姉のウイゴは、政治家の湯浅二郎の5歳となった。ウイゴは、日本で、初めて男女共学による教育を受けた女性で、おば同様、禁種、廃症運動家として活動した。二郎とウイゴとの間には、昆虫学者の湯浅八郎らが生まれている。ウイゴの上に、常子、講子、おとわの姉がおり、ロカの他に養成した弟、ともきがいた。 女性解放運動家の久ぶ代落おちは名、日本組合キリスト教会の指導者エビナ男女は、演説にあたる。小説、不助記で知られる5歳年下の弟、徳富六川、は、1903年に、兄への、国別の辞を発表して絶好。何かにつけて、兄に反発していたが、大逆事件では、高徳周水らの原型について、兄に取りなしを頼んでいる。 この件は失敗に終わり、ロカはその直後第一高等学校で無本論と題する有名な講演を行っている。これ以後、兄弟は長い間疎遠な状態が続いた。1927年、ロカが群馬県伊カホで病床についた際に再会する。祖宝がお前は日本一の弟だと話しかけると、ロカは兄貴こそ日本一だ。どうか。 今までのことは水に流してくれと泣きながら訴えており、周囲の人に深い感動を与えている。臨住の席でロカは兄に、後のことは頼むと言い残して亡くなったと言われる。祖宝の墓玉霊園にある、徳富祖宝の墓、久常圭一は、一人の人物についていつつもの、記念館が存在することは他に例を見ないとして、祖宝の偉業を称えている。そのうちの二館は、旧宅。 一貫は聖火である母の実家である。同志社大学開校記念撮影、祖宝学人書、人と徳富一郎に関するカテゴリー、ありがとうございます。